うわ、あのうごめクッキーとか持って帰りたかったな。あれ、あれ、俺もろじゃん。服脱いでんじゃん。あれもろでいいんだよね。I don't have time for this. Miranda sent you to slow me down. ゲロゲロすんの。ずっと体調悪そう。すげえ体調悪そう。こっちに吐くなよ。そうね。ほっといても、ほっといても死にそうだけど。すごい体調不良だよ。大丈夫、薬飲む。大丈夫。ハーブ、ハーブ飲む。負傷、不戦勝じゃないかも。戦わずして。あれ、あ、これは第二形態ある。あれ、もう早速、早速。ね、早速。第二形態。あれじゃない。いや、あ。あいつが、あいつがこいつで、あいつがこいつだったのね。もうこれ、戦場に出てるよね、これも。もうわかんないけど。いや、わかんないけど。わかんないですね。とりあえず走ったけど、反対側気になるな。とりあえず調べたかったけど。そうね、反対側気になるけど。ああ、まあ、なくなっちゃったよ、まあ。逃げるしかなかったよな。え、あんなでかいのが敵なの？いや、水門に来ちゃったよ。水門だね。What am I supposed to do?降りるよ、これ降りちゃったらもう降りだね、戻れないけども、まあ、分かんねえな。やっぱちょっと地形変わったね、なんか変わったと思うよ。これでさっきの宝箱行ければいいんだけどね。そうなんだよね、宝しか考えてない。そうそうそう。もうちょっと診療所、医者だったの、クリニック。マジかよ、あいつ。そっち、お医者さん反対は、あれこっち行き、あれ行けちゃう。後ろ、おやおや、こっちは正規だよね。モロ、モロ、そうだね。あ、なるほどね。こっちが正規ルートだよね、多分。そっち行くのね。そうだね。でも後ろね、行けちゃうね。行こうか、じゃあ。こちらはなんだね、なんだね。家。家だな。なんか書いてある。ゲートハウス。ああ、開けるんだ。わあ、ワクワクする。あの地図ワクワクする。ああ、閉めた、うん。パズルかな？パズルだろうね。パズルだな。やれと。おお、見晴らしがいいね。うわ、素晴らしいですね。うわ、いや、いいね。うわ、いいね。お、なんだ、操作手順。クランク。持ってないんです、ね。クランクな。通電させないといけないんだ。クランクと通電ね、結局。クランクで風車を動かして通電させた後にレバー。なるほどね、うん、ここでクランクが手に入ると。ようやくね。クランクの場所とかはまだ出てきてないですね。そうね、ね、水門2つあるんだね、うん、これパズルね。で、いけちゃう、まだじゃね、いけちゃうね、うん、あれこれ、そうなんだ、そこにもあるんだ。こっちも行けてあるんだね。どこなんの？あれ、こっから来たのか？おや、違うな、違う、外に出たな。だよね。これはただの別の、もう一個の入り口だ。もう一個の入り口だね。あ、トイレだ。トイレ行こう、トイレ行こう。トイレチェック。だから行くかね、たまにね。そうね、うん。トイレは絶対に開けなければいけない。怖い怖い怖い。うん、トイレはどこ、トイレ探しまくったせいで、トイレはどこだ、トロフィー。やったぜ。必ず開けてるもんな。そうね。うん。まさかそれの、それ用のトロフィーがあるとはね。こっちもまた別な、道？行き止まりじゃないで。行き止まりかな？後ろは、違う違う、さっきの道は。マップな感じ。ああ。ほら。あ、ここね。うん。入っていいんじゃない？そうね。じゃあパズルですか、やりますか。いやいや、後ろ。あ、こちら行っちゃいますか、うん、いや、クランクねえのにパズル解いたところで。あ、そうだ、うん、おお、びっくりした、びっくりした、びっくりしたぜ。びっくり、言えよ、いるなら言うって言ってくれよ。びっくりした、
セーフモードじゃん。ああ。めっちゃ上機嫌。あっちあっちって。あっち。はい落としたの。あ、はい落とした。あっちあっちって。はい落としたのね。タバコあるある。タバコあるある。まあないな。金ないしな。まあセーブしよう。じゃあ、パズルをやると違うね。クランクね。パズル解いても、つかねえんじゃねえ。そうなんです。解くか、とりあえず。まず触るか。いじってみるか。触るだけ触ってみようじゃないか。なんだって？はい。この通りにしろと。でもなんか矢印があるよ。あるな。でもね、拡大ができる。できる。そのなんか、ね、なんかペロって出てんの何？何ですかこれは。ペロって出てんのをやらないとさ。ないな。ペロって出てんの探せ。これね、うん。ペロって出てんのねえぞ。この景色、ここを見ることで、右の、あ、もうやっちゃう感じ？あれ？ああ。これなんじゃない？これだよね。そこ電源切ってないからまずそれができないんだよ。そうだね、うん、じゃあクランクだな。クランク持ってないんだよ。持ってない。じゃあもう俺たちの冒険はここまでだけど。そうだよ。そしたらクランクを探しに行く冒険が始まるんだよ。そうか、新しい冒険か、うん、ちょっとこのさっき行き止まりかと思ってたところちょっともう少し奥まで踏み込んでみようじゃないか。ここね、ここのな、ね、あ、これトイレだ。なんか今声聞こえたけど、あれじゃない、商人さんじゃない。あ、商人か。なんだ商人、名前全然思い出せない。デュークね。デュークだ。デューク。サライエね。サライエ、ウォーキング。はい。出た。湖の反対側の2号機。これはめんどくさいぞ。向こう側まで行かなきゃいけないってことじゃない？待って。はい。ニワトリいなかった。お、本当だ。すごいよく。完全に同化していた。てめえ、おなら、おら、おら、強靭。強靭だよ。あれで、よし、取ったぞ。よし、取っただろ。よし。よし、でもノーマルだけど、よし。大丈夫だ、大丈夫。ストレスかかってねえ。ストレスかかってねえ。一発。早く。イジェン、キーサー。早く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 。もうダメだ。もうストレスも無理だよ。ダメだ。ダメだ。あ、おぉ。うん。とりあえず2個。あ、いやいや。もう一回、もう一回。はぁ。はぁ。よし。よし、でもこれはもうダメだよ。ストレスかかりすぎだよ。だいぶ肉質、グレードが。さらにまくれて。ね。がっかりだよ。ああ。全然当たんないからな。お何度。はい。2000円だ。2000円。ぐらいか。ここはニワトリスペースか。ニワトリスペースでしたね。で、反対側というのは。湖の反対側だから、向こう岸じゃない？そうだね。でもここも行けちゃうね。クランク壊れてなきゃいいんじゃない？なるほど。クランクが壊れてなきゃいい。壊れそうだったら向こうから取ってきてくれって話でしょ。そうだな、うん、あ、もうあんじゃん、余裕じゃん。まず探索してからしよう。そうだな、最後ね。ほら見てください、この景色素晴らしいじゃないですか。これ、いや完全にダムに沈んだ。ダムに沈んだ。負の遺産、完全にダムに沈んだ遺産。おお、ヤギ、ヤギやったぜ。ヤギ、へい、久しぶり。反対側、はい、いけないか。ぐるっと回るのしかねえだな。どれどれ、そこの部屋は入れる？入れるでしょ。入れるねえ、降りれるねえ。まずいねえ。まずいね、どんどん広がっていくよ。ってことはヤギチャンスはまあ当分ないね。と見せかけてじゃない。すぐにくらいか。いや大事だよ、あの頭。まあね。で、じゃあ結局こっちは、まあ、正規か、よかったのか。そうだね。じゃ取らずに降りますよ。いや、クランクは持ってかないと。待って、いい？もう、降りるんなら持ってっていいんじゃない？もういっそ、うん、降りるんならもう。あ、回すのか。あ、で、これで折れんのか。そういうことだね。で、ちょっと進んだから、まあ、なんか。Seriously? なんか変わってないですか？変わってないか。変わってない。ダメだね。ダメかい。クランク取りにはダメだ、ね。じゃあもう降りるか。降りて。湖の反対側ってあそこじゃない？そうだよね。正面の。やっぱロープウェイじゃない、これ。ほら、いや無理だ。ああるよ、ほら。あ、ないか。じゃあ何、本当に塔で塔掘る感じですか、あっちまで。塔掘るんじゃね。マジっすか。もしくは地下道かな。同じ道戻すっていうことはあんまりね、最近してこさせないから。なんか地下、あれ、このここ、あ、まあそうか、何もないでーす。おーい、同じ場所かと思ったら、まあ違うわな。そうね、うん、あっち回ってたもんな、うん、ないでーす、うん、
コンセプトだった、うん、あじゃあ来るね横から ね横からガッサンって来るよこれ。いやでもこれあ普通の武器じゃ倒せないよね。あれほらひどいじゃん。おおおお揺れる揺れる落ちれる。え落ちれない落ちれない。助かったぜ。じゃ揺れる演出か。揺れる演出だよかった。凝ってんねなんか落ちてたよ。凝ってんね。落ちる。なんか落ちてたよ。どこ。左魚の中かな。ほんとよく見つけたな。なんで見えねえのかなって俺は思うんだけど。よく見つけたな、うん、よく見つけたなあれを。あの三角マークがさピッて出るんだけどいつも。確かに、うん、見逃すよね。ね見逃しちゃうんだよそれもちろん。やっぱしこれこれしかプレイプレイとあれは別なんじゃない。やっぱそうだね、うん、視野が広いんだよねあの見てる側。見てる側ね。そうわちゃわちゃ言えばいいだけだから余裕まだちょっと、ね、そうそう余裕しかないもんな。余裕しかないで、ね、いやいや言えばいいね。おーわちゃわちゃ言えばいい